ドワン、グリーンツー、そうそうそう、ブルースリーテですね。レッドって何色か分かります？着てるの。シルバー、シルバー、シルバー、ブルーは青なんですよ。グリーンは緑なんですよ。イエロー赤着てるんですよ。主役を彼女にしようとしてたって。あーあー、なるほど。だから赤着てるっていう。ああ、でも10話で死んじゃう。あ、そうっすけどね。まあ、かっこいいですよね。そのスタイルもかっこいい。そして敵がいいし、うん、敵すごく多くないですか。確か僕劇場版を見たことがあるんですけども、うん、敵がなんかそのすごい幹部みたいな、幹 3人いて5人いて、でファラキャットもいるから確かに。でプリンスとか出てくるし、シルバーが第三勢力でいるしって感じですよね、小山の敵って。あのシューが乗ってるあのバルジオン、バルジオン、はい、あれめちゃくちゃかっこいい。なんか、ね、マシン英雄で渡るみたいな感じ、懐かしい。もう渡る超好きだったんですよね。ああ、僕も大好きでしたよ。僕も渡る好きです。あ、いいじゃないですか。渡る語りますか。方向性が違うんですよ。6人目のって言ってなんか登場した、ね、マグネなんか名前が、はいはいはい、はい、いましたね。マグネ選手ですね。マグネ選手、マグネ選手。こういうテレビの画面も時代を感じますよね。画質が、あ、昔のニュースに、ね、昔って必ず爆発したり戦うシーンってこう、はいはいはい、あ、砂利のとか街の中で戦ってお前とか言ってんのに逃げてったらすぐそこから。そうですね。トウって言ったところにこうって、トウで話そうと思ったことがあって、あのスーパー戦隊のジャンプの仕方ってみんなそれぞれあるじゃないですか。それで、はい、3年生か4年生のスポーツテストで、はい、走り幅跳びの時に、はい、真似しすぎてそれの飛びが出ちゃったんですよ。その時はただ単に こうやってジャンプするだけじゃん。全然飛ぶわけないじゃん。そんな太ばです。でもあまりにもやりすぎてて飛ぶのがそれになっちゃったんですよ。いや、みんな違うからあれも面白いですね。そうですね。あの飛び方もいろいろキャラクターによってあったりしますね。あの最後エンディングで、はい、あのバイオロボに乗ってポーズ取って終わるんですよ。はいはい、グリーンの足が出ちゃってるんですよ。乗ってるところから。乗ってるところから。くぼんでる肩のくぼんでるところに5人乗ってる設定で映ってるんですけど、グリーンが足伸ばしたらそこから足がピョンって出ちゃったんですよ。それここで、それ出るかな。それ探してみますもん。もうそれがずっと気になって。バイオマンのスーツのデザインって、うん、このマスクのあたり、口のあたりっていうか人間の唇と一緒じゃないですか、うん、これってバイオマンのスーツじゃないですか。よく考えたらゴーグルファイブ出ちゃいました。ゴーグルファイブも口は出てるじゃないですか、うん、失礼しました。ゴセイジャーもそうですもんね。そうですね、そうですね。最近口があるデザインはもうないなと思って。多分ゴセイジャーは最後ぐらいですよね、うん、あれですか、キュウメンジャー。あ、キュウメンジャーも口、あ、口である必要本来ないですもんね。まあ確かに開くわけでもないし。顔のその輪郭というか。オープニングすごくいいなと思って、あの壮大感、うん、イントロからのタラタタ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 タラでもかっこいいっすよね。おーって思うんじゃないですか。ピーピューポーピューちょうどいいしバイオマンって。そっからなの君の心。あれデビュー曲らしいですね。あ、そうなんですか。山下さんの、デビュー曲、デビュー曲らしいですよ。あれのフランス語とか韓国語とかイタリア語があるんですよ。あ、そうなんですね。海外とかでも人気なんですね。うん、人気ですよ。シルバーが好きだったんですよ。チキンって、チキンって出てバイオリューシハンバーかっこいいですよね。スーパー戦隊対ライダーかなんかで出てきてたんですけど、もうシルバーをこんな使い方してくれるなと思いながら。バイオ粒子反応ありですよね。破壊必ず3カットやるんです。これです、これです、シルバー。あ、あ、分かった、そう、僕が言ったらこれです。バルジオンを探してるわけですよ、ロボット。プリンスがいたのを覚えてるんですけど、ドクターマンの息子ですよね。うん、そうですよ。あれと混ざっちゃうんですよ。あのダイナマンのメギド王子がダークナイトになって出てくるじゃないですか。あの辺の下りとちょっと混ざってて、
プリンスがどんな活躍をしたのかあんまり思い出せてないというか、しかもあのダイヤモンドバイヤーとも同時進行で再放送で見てる可能性あるんですよ。あ、なるほどね。あ、だからこうごちゃごちゃしてる感じ。もうあの時って例えばゴーグル5のブラックってダイヤモンドのブラックですよね。同じ人。ああ、そうです。あの人ですよね。あの今は結構俳優の方でいろいろ出てる方ですよね。丸田純一さん。あ、その名前だったと思いますね。ですよね、きっと。あれって子供こんがらがらないんですかね。ですよね。もう子供心には全然 気づいてもいなかったんでじゃあ、まあ、うまくごまかせてますね。そうですよね。デンジマーの人も一緒じゃないですか。あそこら辺デンジブルーの人も、ね、もうなんか違うんでってほしい。あの199の映画で出てたじゃないですか。ダイヤマンとデンジブルーとバトルケニア。あ、それだ、うん、あのあれですよ、ゴーカイジャーとゴセイジャーのやつで確か2人出てきたやつ。その過去に5人の中にいた人が追加選手で出てくるパターン、うんうんうん、マジンイエローの人が、うん、あ、ビートバスター、ビートバスター、ハクレンジャーのレッドの人がギンガマンで黒騎士でやってたりとか、うんうん、おー、まあそうっすか。そうですね。ああいうパターンなんか僕的に結構嬉しいんですよ、うん、なんか、おーって、ね、まあ、5人の中の人が再び5人の中に入るのは珍しいですよね。確かに。まあでもビートバスターは5人の中って言えば5人の中だけど、まあ追加枠ですね。まあ追加枠ですね。だからバイオマンだってそう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 、だから バイオマンで言ったら、はいはいはい、失踪しちゃったからそう、とう失踪っていう方法を使いましたすいません大丈夫ですなので、あの真田広之とか、あ、そう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 、ね、出たんですよね。あのアーチェリーの、はい、同じ事務所だからって言って。あ、そういう風なんですか。なんか2代目イエローの、あのなんか先輩かなんかみたいな役ですよね。そう、オリンピック選手っていう設定で、なんかアーチェリーの方なんですよ。そうそうそう、いなくなったことによって価値がありますよね。ただじゃ転ばないってことですよね、うん、名前が純なんで思い入れが強いんですよ。一緒じゃないですか。矢吹純あのまたちょっと話変わっちゃうんですけど、ファイズの映画版で乾匠がいけ記憶をなくすんですよ。名前がたかしってなってるんですよ。見てて、あ、一緒だと思って嬉しいですね。ちょっとなんか見ながらも、あ、一緒だ、なんかいいやそういうの嬉しいじゃないですか。多分嬉しいですね。これも逸れちゃうんですけど、コナン君で、はい、目黒警部がこう亡くなった方にこう触ってるシーンがあって、はい、その時名前が出たんですよ。そう、加藤雄二って同姓同名で学生ガチリ僕はどうやら死んだよフェイスブックにその写真撮ってあげたさあ、バイオマン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 です、ね、はい。僕ね、ロボットだと、はい、一番かっこいいのがバイオマンだと思うんですよ。そ合体が1号、2号のこのシンプルな合体、うん、だからレッドとイエローが同時主役だから同じバイクで、あと3人は車に詰め込むだからイエローとレッドでこう引っ張っていくような全体にしようとして、あ、代わりに入ったイエローも初めてドラマに出るってことだったから、やむなくそう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